皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。ネット発信を考える上で、大きく今時代が変化しているキーワードとして、ググレカスからググルカスに変化しているということです。ググレカスというのは、なんでお前検索しないんだと。検索で調べて、自分で調べろっていうのがググレカスという言葉ですけれども、もはやこれからの時代はですね、何？検索エンジンで検索してんの？バカじゃないの？みたいな時代になっていくということです。これ何かというとですね、かつては、ブラウザをまず開いてネットに行って、検索エンジンからいろんなサイトに探すというのが当たり前の時代だったと思うので、検索エンジン、特に Google、まずは検索、まずはポータルサイトというのが大事だったんですけれども、今、スマホがもう当たり前になった時代って、ブラウザを立ち上げる必要ないんですね。まずはもう例えばツイッターのアプリを立ち上げて、ツイッター内で循環してニュース見たりとか、いろんな投稿を見たりするとか、ツイッター内で検索するとか、インスタをまずアップするとか、インスタのアプリをね、まずは立ち上げるとか、YouTube のアプリを立ち上げるとか。例えば、レストランを探すので、もうかつては、例えば、まず Google に行って、そこで美味しいラーメン屋とか検索してたわけですよ。ところが、今はもうそんなことしないですよね。例えば、食べログのアプリを立ち上げて、そこから検索するみたいなこと、条件を当てはめて探すということになっているので、ググらなくなっているんです。各種アプリで探すようになっているので、これからはですね、ネット発信を考える上では、SEO、とにかく Google さんに気に入られるように、Google のすべて第一だみたいな考え方では、思うようなネット発信戦略を実現できなくなるという時代になってきます。これから大事になるのは、だから、ググらないでいかに自分のことを知ってもらうのか。例えば、ツイッターで存在感がありますよとか、インスタで存在感がありますよとか、食べログで存在感がありますよとか、あと最近私が注目しているのは Amazon Kindle でして、本を探していて、そこで Amazon 内で検索していたときに、そのテーマで自分の本があるのかどうか。これ電子書籍、Amazon Kindle なら簡単に自分の本出せますので、こんなふうにですね、いかに Google に引っかかるサイトを作るのかという時代から、各種アプリでそれぞれの存在感を高める戦略というのがこれから重要になってくる。で、ますます、ググる人は減っていって、ググらないで、情報を探す。各種アプリで、例えばそこの中で探す、そこの中で検索するとか、もしくはタグで検索するとか。で、さらに最近行われているのは、インスタやツイッターなんかもそうですけれども、もはや検索しなくても、自分のフィードに自分の好みに合ったものが優先的に投稿される、表示されるような時代、アルゴリズムの変化によって、わざわざ探しに行かなくても、なんか自分の気に入った人を複数人投稿していれば、なんかもうわざわざ探しに行かなくても、なんか欲しい情報が手に入るような時代に変わってきているので、これからはですね、SEO 重視、Google 重視のネット発信から、SNS を中心とした発信が重要になっていくんじゃないかと思います。